ストーンズのオールナイトニッポンサタデースペシャル。こぼって言わすんじゃないよ。どうも松村北斗です。はい、じゃあこいつがね、なんか出してくるじゃん、タイトルコールを。なんかどういうことよ。いや、ストーンズのオールナイト、ちょっと一回一緒にやってもらっていい？もう一回やってもらおうか。せーの、ストーンズのオールナイトニッポンサタデースペシャル。ね、これ出しちゃってるでしょ。俺これが嫌でさ。それはちょっと変わらせて。違うよ。このタイトルコールでそのお前が低いところを出すとお前ってバレるじゃん。いや、それはもう聞いてる人に、あ、いるんじゃないか、いるんじゃないか。違う。こんばんは、ストーンズ田中樹です。松村北斗です。あ、北斗ちゃんっていう、まあ、いろいろあるよ、そら、うん、いきなり扉ガバってのもあるし、俺がコツンコツン来てるな、来てるなってところから違うガバっていうのは俺、それ好みの問題。もうドア開いてるもん、だいぶ遠くからもうドア開いて、あ、北斗このドア通るんだなみたいになっちゃってるから、遠目からね。なんかちょっとその自分を匂わせてるなってちょっと思った。だから次からこの俺のここに合わせてこう来てほしいわ。で、どっちが合わせるかは相談次第じゃない。だから今度からその若干裏声でやっぱ来てほしい。変だろ。低いとやっぱ北斗って分かるからびっくりしちゃうだろ。そうぞどうってファルセットで来てほしいよね。来たらやっぱちょっとあれ誰だってなるから。誰だってなっちゃう。なるじゃん。誰だって、それで北斗ですで、ああ北斗だったんだ、しっくりくりゃいいけどね。それでやっぱその一気に高揚感を味わわす演出していきたいから。大丈夫、聞いてる人クワイア隊来たなって思う。あれ今日のラジオコーラス雇ってるな、今日ウィーンなんだなって。バックコーラスいるんじゃないか、こいつ。今日は田中とウィーンなんだなっていう風にならなきゃいいけどね。いや、そうか、そうか。まあ、ちょっと感じた、他のメンバーとちょっと違うなと思って。あ、そうなの。先生、他のメンバーは割とこう、俺の。紛れさすの。そう、俺に若干こう、紛れさして。言語しちゃってんだ。そうそうそう。語尾をちょっと俺より長めにしたりなりなんだりして、ちょっとやってるぐらいや。あ、ダサいよね。なんかちょっと語尾でなんかさ、うん、なんかマイク持たせてもらいたてのジュニアみたいな歌い方ね。あ、ちょ、今の例えめちゃくちゃわかるんだけど。ある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 なのよ。あのさ、ジュニア大勢のライブとかは、あーっていうパートを、あーってちょっと長くやって、自分の声を他の人と抜けさせるのよ。一番歌でやっちゃいけない、1秒2秒長く歌うの、本来のふわりより。めちゃくちゃわかるやん。完全な語尾ならいいんだけど、途中でやっちゃうと大変なことになるの。あれ We can do, we can go みたいになってる人が間に合わない。マジで。だからワンチャンサビ脳息継ぎで歌ってるやついるからね。いや、怒られないのよ。そのまあ言うてさ、あのスタッフさんとかはこう客席で聞いてるからさ、まあちょっと前に復活してお客さんの歓声とかもあるから、うんうんうん、そんなに多分 1,2 秒の歓声は聞こえてないのね、うん、でお客さんも多分気づいてはないの。だから俺らイヤモニでさ、あのイヤモニイヤホンしてさ、うんうん、自分たちの声は直で聞こえるから、なんかやっぱ自分が歌ってるという感覚をより手応え感じたから。そう、伸ばすのよ。そう、伸ばすの。そうすると曲がちょっとこう後ろにもたれかかるじゃん。すっごいムーディーになってくるの、どんどん。うわ、あいつ伸ばしたなと思ったら次の伸ばすところあいつより1秒伸ばすので、から最後の音がめちゃくちゃ長いのよ、みんな。くっついてんのよ、全部。全節もう。これはね、ジャニージュニアあるあるよ。本来はね、絶対やっちゃいけないんだけど、やっぱそうやってね。出したいのよね、自分の、あ、今の俺の声なんじゃないかって、後で聞きたいんだよ。そう。あー、めちゃくちゃわかる。今の例えはよかったよ。悪いね、褒めてもらって。はい、で、ちょっとね、うん、我々世代がちょっと大歓喜する話題いいっすか。なんか入ってきた。はい、ちょっとね、今月限定ではあるんですけど、4月限定なんですけども、ハッチポッチステーションが再放送してるらしいんです。これは本当に90年代ぐらいの世代はもうドンピシャじゃないかなと思いますよ。まあ、ポチステ世代の我々としてはもう大歓喜ですよ。知らなかった、ね、多分これもしかしたら聞いてて分かんない人もいるかもしれないから、まあ、とりあえず、うん、ハッチポッチステーションってカタカナで調べてもらえばね、うん、まあ、ひらがなでもいいんだけど調べてもらったら多分出てきて、あ、こんなのの話してるんだと思ってもらえばいいんですけども、ね、とか、まあ、それこそ再放送してるか別に見てもらえばいいのか、まあね、いいんだけども、そういうことになってくるね。まあ、我々はさ、やっぱ見てた世代じゃない、うん、もう大歓喜。なんか、まあ、あれですよ、めったに電車が来ない駅、ハッチポッチステーション
ションというところが舞台で、その駅員のジャーニーとハッチポッチステーションホテルの支配人のグッチ誘導さんが寸劇を繰り広げるパペットバラエティショー。え、知らなかったんだけど。はいはい、僕も読みながら、あ、こういう読みながらというかこういう設定なんだというのは、まあ、先ほど僕も知りました。え、グッチ誘導さんもホテルの支配人なの？僕はこの再放送してるというニュースをね、見まして、うん、ちょっとそのニュースの詳細というか記事を読んだ時に、うん、これが書いてあって、うん、あ、こんなんだったっけって思いましたよ僕も。で、あれは寸劇を繰り広げていたんだね。繰り広げているパペットバラエティショー。何パペットバラエティショーってっていうことなんですよ。牛くんカエルくんとかじゃないの？だからね、今ね、見てない人、見たことない人がこれで、あ、そういう感じかってやっぱしっくりきてると思いますよ。ペットバラエティーショー、はいはい、めったに電車が来ないハチポチステーションが舞台になってるっていう。あ、タイトルっていうか駅名だったんだ。そうです。ハチポチステーションというところが舞台。阿佐ヶ谷駅みたいな。いや、そういうことそういうことなんだ。で、ハチポチステーションっていうことなんですよ。まあ、もう本当にこういう設定では知らずなんですけども、うん、だから、まあ、何よりグッチ雄三さんは駅直結型のホテルの支配人だったっていうところなんですよ、まず。アパみたいなことですね。みたいな感じなんですかね、もしかしたら。そういうことか、そういうことか。そうだったの。あなたはこれちなみに、ね、ポチ捨てガチ勢でしたか。ポチ捨てって何？ポチ捨てガチ勢だったか知りたいわけですよ。合ってる、ポチ捨ての略し方。合ってますよ。あ、ガチ勢でした、あなた。あれって唯一フルネームでずっと呼ばれてるやつだよ。あなたはポチ捨てガチ勢でしたかって。まあ僕で言うと、うん、まあ、知ってはいるし、うんうん、もちろん見てた、ちっちゃい頃。ただそのじゃあこの設定をしてたかって言ったらもちろん知らなかったし、うん、あとね、なんかね、何か思い出せますかって言われても思い出せないな。あ、本当。ただなんかグッチ雄三さんの感じとか、そのお人形さんのね感じとかは思い出せるんだけど、じゃあ寸劇を繰り広げてたってどんなんだったかなとかもうあんまり思い出せない。寸劇は確かにね。でもあれよ、俺どうやらよ、初めて自分から口ずさんだ、もう勝手に口ずさんだ曲、うん、ハッチポッチステーションの説があるんだよね。ああ、なるほどね。ハッチポッチステーションっていう歌を、北斗という人生の中で初めて自ら口ずさんだ。そう。まあ、学校とか幼稚園でお歌の授業なんて。北斗の音楽のルーツはやっぱポチステにあると。そうだね。だからアナザースカイとか呼ばれたら俺ハチポチステーションと答えればいいんだよ ね。あなたの音楽のルーツはと。だって駅なんでしょあれ。そうですよ。めったに電車が来ない。めったに電車が来ない。なんでさ、ちょっと哀愁入れんだろうね。そういうところが設定としてやっぱ愛されたんですかね、あの当時は。平成初期は平成初期ですよ、あの時は。いや、田舎なのかなあれは。だから果たして、そういうことなの。ただ駅直結型のそのホテルはあるんですよ。うわ、難しいね。ただめったに電車が来ないのに誰が泊まるんだろうね。設定としては。だからめったに来ないってことはさ、うん、逃したらもう乗れないわけじゃん。そうだよね。半強制的にそこに泊まるしかなくなる。あー、なるほどね。これはビジネス的にはだいぶうまいかもしれないよね。俺悪いけど大学経営学部出てるからね。あ、その経営学部出たその、いろいろ知ってる上で、あ、割とこれは悪くないビジネスなんじゃないかと。だから多分めったに電車が来ない駅ってものがまずあって、うん、しばらくそこでの動向を見たんだろうね。あ、なるほど。客たちの。あ、電車がなく、電車に乗れませんでした。じゃあどうするんだと。そこでグッチ雄三さんが、じゃあ俺が支配人となってホテル作ろうじゃないかっていうのが多分この街の、このポチッセのこのいわゆる設定のというか、出来方というかね。あ、なるほどね。が始まりだったんじゃないの、うん、さ、子供の頃こういう番組って、まあ、他にもいくつかあったじゃない。あったポチッセとかもこう見てでさ、こういうの見てたけどさ、世界観までやっぱ意識して見てなかったからさ。世界観ね。そのさ、どういう設定だったかっていうのはさ、わかんないことない？結構わかんないの多い。忍たま乱太郎ぐらいわかりやすければ。あ、まあね。おじゃる丸とかもわかる。意味わかんないからね、実は。いや、まあまあまあ、なんかでも、なんかまあ、やりたいとしてることはなんとなくわかるじゃん。わかる？なんかさ、あの鬼がいてとか、設定として見ててはわかりやすいじゃん。ああ、はいはい。青部駅助ね。そうそうそう。たださ、ガンコちゃんってどういう世界の話だったのかっていうことを話していいですか。ね、え、もうで、ガンコちゃんってどういうの見てました？ガンコちゃん見てた？ガンコちゃん見てた。いけいけガンコちゃん見てた。見てた。いや、あれどういう設定だった？俺めちゃくちゃ見てたのね。
あのさ、オープニングかなんかの映像って、ガンコちゃんめちゃくちゃさ、山とか壊して走ってたよね。あ、そうだった。そうそうそう。なんか歌の中でガンコちゃんがこうバーンって山とかぶっ壊しながら進むみたいな、うん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 、そのなんか破天荒な感じだったんですよね。はいはいはい、ピンクの恐竜だよね。あ、うん、恐竜かあれ。恐竜怪獣？恐竜か、なんかまあそういう感じでちょっと可愛らしいお目々がさ、バッチリした感じ。メスってこと？じゃない？ガンコちゃんだし。生物学上メスだよね。うん、あ、そうか、弟もいんのか。あ、ご家族がいらっしゃる。うん、で、ガンペイ君めちゃくちゃガチ勢いるな。めちゃくちゃ大きくガチ勢じゃない。え、これさ、どういう設定だったか分かる？世界戦の。まあだから、だから天真爛漫でちょっとこう男勝りな主人公の女性、うん、ガンコちゃん、うん、まあいくつぐらいだろうね。分かんないけど7、8歳かな。じゃ、ガンコちゃんっていうぐらいだからね。ガンコさんじゃないからね。繰り広げる、うん、ドタバタスタンドアップコメディみたいなことなんじゃないの。これさ、ガンコちゃんこれ分身分かる人いる？こんな感じだったのみたいな。大きくでもガチ勢なほどじゃない。どういうさ世界、俺も見てたんだけどさ、あれさ何が行われてたかっていうのをあんまり理解せず見てたかもしんない。これも予想だけど、多分主人公が若いってことは、うん、見てるそういう若い子たちの悩みを実は解決してってる系だと思うんだ。あー、なるほどね。苦悩を一緒に悩みとかをこう解決して乗り越える。で、弟とかさ、ほら家族出てきたじゃん、うん、多分ね家族愛も入ってる。ヒューマンドラマだ、だから、うん、これはあの他局のものを比べちゃうのは良くないけど、うん、ダイナソーダイナソーごめんダイナソードラマ、ね、ヒューマンドラマじゃないよね、うん、ダイナソードラマ、ね、ダイナソードラマ、ね、ダイナ壮大なダイナソードラマだよね。ダイナソードラマだよね。ダイナソードラマですよね。だから、うん、だからその軸の作り方としてはドラえもんと似てそうじゃないか。似て、だからあれはでもさ、のび太くんが成長していく話だから、うん、こっちはそういう意味ではハートフルダイナソードラマ。そうだよね。ね、ガンコちゃんは、うん、どう成長していくかみたいなことだよね。まあ、ダイナソーとして成長していく姿を描いてるのかな。うん、なんか他なんか見てた？他なんだろうな、まあ、夕方クインテットはめちゃくちゃ見てた。ああ、夕方クインテット、ね、これは見てたよね。夕方クインテクインテクインテ夕方クインテ夕方クインテ夕方クインテね、これは見てましたよね。これ絶対見てました。あれはいいよ。これを見てない人はいないよね。ただ、あれはまあ音楽系の感じ？あれはだからミュージックステーション？今で言う。パペットも入ってたよね。ああ、じゃあちょっと違うか。パペットミュージックステーションなのかな。パペットか。ちょっと、まあでもそういう感じなのかな。でもそうか、アキラさんはパペットじゃないんだもんね、あれね。めちゃくちゃ馴染んでたけどね。パペット版のアキラさんもいた。あ、いたわ。あー、そうか。いた。そう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 。あー、パペット版のアキラさんもいたわ。いたか。うん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 、あと何見てたかな。あのデッコボッコフレンズみたいな。そうそうそう。訪れるんだよ。デコボコ友人がね。うん、え、じゃあれはなんだっけ、あの、うん、そのガンコちゃんみたいにさ、あの。そう、バケルの小学校は知ってる？あー、知らないか。そう、ちょっとね、なんかね、妖怪のやつだよね。うん、なんか先生が雪女なのかな、確か。そういう感じ、うん、お化け界の学校に、あー、なるほどね。お化け界の学校に普通の人間の子がいたみたいな。で、先生が怒るとそのちょっと角生えて、その鬼の顔みたいになるのよ。怖すぎる。うーんってちょっと吹雪みたいな感じだったね。あ、うわ、なんかね、うっすら遠くに記憶あるかも。待って、で、主人公はちょっとこの髪の毛黒髪、ちょっとツンツン気味の、あの黄色い服着た男の子だよね。お前ガチでじゃん。いや、これはね、見てたね。教室も覚えてるもんね、俺なんとなく。お前言ってよ、その発言する前にガチ勢なんだけどって枕につけてくんないとさ。一緒に思い出す手で言ったら俺置いてかれちゃうから今。いや、もう今ね、どん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 、あ、俺ガチ勢だったなって記憶が蘇ってきました、ね。いや、俺ちっちゃい頃、その、ミリでも怖いものダメだったんだよ。あ、じゃあちょっと怖いかもね、もしかしたら。めっちゃ、うっすら遠くにぼんやりある、その絵面は。だからね、ちょっとね、やっぱお化けの設定だから、ちょっとこう、そういう意味ではもしかしたら見てないかもしれない。俺、ヌーベイ見れなかったもん。あ、じゃあ怖いね。怖いね。ヌーベイの柔らかい版だよね。だよね。簡単に言うとね。うん、あ、でもダメだわ。あ、かもしれない、うん。あとはやっぱテンテレね。テンテレ。テンテレは、テンテレ。天才テレビくん。これ、
うわ、みんなやっぱ一回は見てんじゃないかなと思うけど、ね。見てるはずなんだよね。あれってテンテレだよなって思うものがいっぱいある。あれはさ、何？いや、わかるよ。何をなりわいとした？めちゃくちゃ見てました。で、出てってやっぱ思って憧れるじゃない。うん、で、なんかそのテレビ戦士みたいなのあったじゃない。うん。ただあれは何？わかる。ね、だから街の美味しいご飯屋さん行って、うん、色何食べても美味しいんだ。パスタ食べても、とんかつ食べても、チャーハン食べても、で絶対あそこに何回も行くんだよ。そう、あれは何？いや、ちっちゃいからあんま理解しせず。あー、じゃあちなみに MC とかが誰だった世代ですか？俺ね、誰だったかな？ MC いたか？俺らの世代って誰だ？え？ MC とかいたんだっけ？それこそさ、俺さ、俺の同級生のさ、高校の小関裕太、小関裕太さ、あれ、テンテレ出てたでしょ？あ、そう？確かね。そうそう、出てたから。あ、そう？テンテレ戦士？戦士？そうそうそう、だから。戦士だったってこと？俳優の前に。戦士でしたね。だから、小関に聞けば多分早いのかな。テンテレって何する？何ですかって。だから、あの当時はね、めちゃくちゃ面白いし、やっぱ見てたんだけど、で、やっぱ、アホすぎたのか、あんま、ちゃんと理解せず見てたんだろうね。いや、なんかすごいいろいろやってたよね。ちょっとバラエティに富んだこともやってたし、ちょっと面白い感じのこともやって、ドラマもやってた。くない？なんかお芝居的なことやってなかったっけ？今調べたんですけど、一番最初ってダチョウ倶楽部さんなんだ。え？俺らが見てたのって、俺らが見てたのって2005年ぐらいとかかな。安田大サーカスさんは2007年8年とか。あ、いや、記憶あるよ。あとガレッジセールさんは2010年やったりとかしてますね。なんか天才テレビくんマックスの時代ですね。マックス、はいはい、はい、もうついに満ちたんだろうね。いろいろ経てついにここでテンテレ満ちましたって言ったりとか、いろいろどの世代だったかな俺ら。これごめんなさい、全然思い出してないわ。いや、ただね、めちゃくちゃ見てて憧れ、俺らの全憧れではあったんだよね、俺らの世代の。やっぱだからスマスマみたいなことなんだよね。そうそうそうだよね。何でもやりますみたいな、ね、何でもやってた。そう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 、スマスマだね。そうだね、マジでそうだわ。いいの、こんなに違う曲の番組で横に並べて喋って。ラジオの特権ですよね。ラジオの特権だよね、本当に。まあ、ただやっぱ世界観があるバラエティって番組というかさ、そういうテレビ番組って結構やっぱあったよね、うん、あったね、確かにね。なんかね、それこそさ、あれ、うん、本コアじゃないな、なんかってさ、なんかちょっとこう学生の子たちが集まって話して、えとかみたいな感じじゃなかったっけ。魚にも奇妙な物語なんかって、なんかそういう怖い系のやつなんかやってたよね。あんの？学生が集まって なんかあったような気がする。見てたような気がする。そのぐらいで喋り出すなよ。パッと今出てきちゃうんですよ。もっと輪郭のはっきりしたものを渡せよ。いや、俺らがさ出てたのでなんかあるかね。俺らが出た、俺らって大して出てないよ。だってなんか記憶ない。あ、でもまあ設定とはまた違うけど、北斗もそれこそコントっぽいものが出てたりとか、ちょっと あのライフとかね。そう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 。で、まあ番組自体がそれ、その一つのコンセプトってわけじゃないか、うんうんうん、で俺ちょっと前とかなんか出たな。何？その怪獣、もしも怪獣が現れたらみたいな、そのドラマ仕立てのやつで、うん、そのなんかそういういろんな緊急事態に備えたところの事務所の調査員みたいな。へえ。でなんかこう、もし隕石が降ってきたらどうなっちゃうかとか、うん、で最後怪獣がもし地球に現れたらどういう対策を国は取るのか。え、面白い。うん。いうのを調べて話すみたいな。え、面白い。しかもドラマ仕立てで、あ、調べてきました。こちらをご覧ください。みたいなモニターで映像流れるみたいな。うん、セリフなのそれ。そうそうそう。台本があってやるみたいなのもありましたよ。それ。でもまあ特番系はあるけど、レギュラーみたいなのないもんね。レギュラーはそうね。うちのダディ、コーチぐらいじゃない。スクール革命ね。スクール革命はそうじゃない。でも。スクールだもんね。そう。だって学生服着てるでしょ？着てる、全員。全員着てて。コーチから、だから、オードリーさんとかまで全員着てらっしゃって。で内村先生よ。内村先生。そう。先生って呼んでて、うん、で3年 J 組ですよね。J 組ね。確かね。だからあれはもう、まあ、たかといってこう、学校の何かをやるみたいな感じじゃないけど。うん、まあ、そうなのか。まあ、でも、一応そのコンセプトとしては一応学校なんじゃないかな、うん、あれは。結構やっぱあるっちゃあるし、なんかやっぱそういうものってさ、うん、
長いイメージない。あーまあ枠組み決まると強いのかな。わかる。だってスクール革命も何年やって10年以上よ。すごい。だってコーチの歴と一緒だからね。そう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 。だからそう思うとやっぱ強いのかもしれないじゃない。うんうんうん。だからこのラジオもそうする？4年目でね急に。今から？長続き。これからやっぱ4年目まで来たけども来年どうなるか。しょえる？来年とかどうなるか保証はないじゃない。ね。やっぱこういうやっちゃってもいいかもしれないよね。途中で参加するそこに、うん、ここだからなんかここは日夜世界の最新情報を研究するサタスペラボ。ラボ？我々は研究員、ね、実験していくの？うん。トークで？そういうのいい、いいんじゃない？トークで実験を起こせる？こういう研究結果が届いてますって言ってメール読むみたいなね。まあ、テーマメールはねいいかもしれないけど、そうそうそう、あとはまあいいですよね。ここは青春応援バラエティサタスペ学園の3年6組の放課後。今一番痛い年齢なんだからそれが。カンカンカンって言って、俺が相席つけって言って始まる。嘘。これはいいですよね。え、俺とかはどのスタンスで言ったらいいの？お前は日直だね。なんで生徒なんだよ。日直の松村くんっていうやつだよね。俺どんだけ留年してんのよ。日直ですよね。いやこれ長続きしそうだな。やっぱしねえだろ、ね、さあピッチャー投げました、打った、右中間満足、これはタイムリーになるぞ。サードコーチャーが腕をぐる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 回す。あ、回ってない、回ってないぞ。どうした、どうした、回したいのに回らないの。肩痛くて、もう肩腰の痛みに貼れば直に効くフェイタス。久光東京ドームやってらおら。オードリーのオールナイトニッポン in 東京ドーム2024年2月18日に開催しやす。オードリーのオールナイトニッポン開始から15年、史上最大規模のライブです。おい春日やれ。この野郎、この野郎、すいませんでした。イベント公式ツイッターのフォローとイベントホームページのチェックをよろしくお願いします。おい春日やれ。この野郎、この野郎、すいませんでした。2024年2月18日日曜日、予定開けてください。田中樹です。この前さ、久しぶりに地元帰ってたのよ。静岡県島田市っていうところなんだけど、まあなんもないところではあるんだけど、そこでね、当時だから中学校の頃の親友と会ったのね。いや久しぶりに会って、なんかストーンズのオールナイトニッポンサタデースペシャル、なんかさ懐かしい話して、お前変わんねえなとか、やめろよなんて言って付き合ってさ、本当に。でその後さ、久しぶりに、からこの時間は久光製薬がお送りしています。野球選手でイケメンってずるいよな。天は二物を与える、神様は不公平だね。まあ俺も二物もらってるけどね。何と何？肩こりと腰痛。不公平すぎるよ神様。肩腰の痛みに貼れば直に効くフェイタス。久光。自然の中でアートチャージ、箱根彫刻の森美術館。これは私の大切な家族の物語。ポッドキャストドラマ、食わざる者ドントワーク、脚本家で芸人のおこちゃによってノベライズ化決定。矢部太郎がイラストを担当。好評発売中です。何もしてない一日なら、せめてしっかり食べなさい。オールナイトニッポン愛、田所あずさと天使向かいのどうせ我々なんて、ポッドキャストで配信中。いい、みんな聞かなきゃダメでしょ。ストーンズのオールナイトニッポンサタデースペシャル。お前直前でなんか思い出すなよお前。月光町ちっちゃいモノクラブ電ボ率いる。いや懐かしいな、いっぱい全部出てくるわ。はい、ということで今夜も生放送なので、ラジオ機の皆さんもメールで参加してください。今夜はですね、ストーンズ9枚目のシングル暴れろのリリースが4月12日の間もなくということで、それを記念しこんなことやっちゃいます。暴れよアヨナレモンスはい、ということで日々の生活の中で最も暴れた経験を持つリスナー、暴れろ中の暴れろ、そう暴れようを決めたいと思います。
まあ、我々のラジオはですね、手に負えない荒くれ者ばかりが聞いてる暴れん坊ラジオということで有名ですから。そんなことないだろ、まあ、他の番組のね追従を許さない珠玉のエピソードが期待できるということで、プレッシャーかけ、今回やる企画はこちらでございます。暴れよ聞いた、来ました、ございます。これはやりたい、つい先ほど、暴れよって語呂がいいなと。まださっきの絶叫キーンってしてるうちにもう一回来ちゃったから、言いやすい、完全にもう耳やられちゃいました。なので、ね、今夜はね、まあ、道なき道を行くオフロードバラエティ、ああオフロードと、ということでね、幻のルート666号線を走る大暴れラジオということで、もう一回言いますか。道あるじゃないか、もう一回言いますか。オフロードなのか660、暴れよー。あ、もう完全に耳を割っちゃってるんで僕も今これでいいじゃん、皆さん。まあまあまあ、俺突っ走っていきますから。怖いね、置いてかれんなよ、アイコ。危ないね、四駆で走っていっちゃうのうちに。聞いてるか、あ、俺だ。アイコだ。お前だ、アイコだった。置いてかれんなよって、アイコ。あ、頑張りな。なんかお前べちゃくちゃ喋ってたけども、喋るだろ、お前も言えよ、アイコ。お前今日やる企画は暴れよー、あよなれモンス。正解だったんだ、合ってたんだ。気持ちいいだろお前、これ間違えたのかなと思って。いやーって気持ちいいだろこれ、めちゃくちゃ気持ちいいんだ。これは気持ちがいいんだ。はい、ということでね、リスナーの皆さんの暴れエピソードを送ってください。まあ、例えば旅行先の朝食ビュッフェでこれだけの量を食べた、あの時の自分は暴れていましたとか、あら、給料日前なのに財布の紐が大暴れしてこんなものを買いましたとか、まあ、こんなね聞いてるだけでヒヤヒヤするエピソードで、こういうのするかな、こういうのを待ってるぜ。リアクション感想メールをもお待ちしてるぜ。ちょっと寄せすぎてるかも。おすぎの旦那に。受付メールアドレスは s@allnightnippon.com、 s@allnightnippon.com、 そんぞろ頭文字を取って SE となってるぜ。もうルスイングすぎちゃんだ。同じ内容のメールはいつだけで大丈夫ですぜ。やめないの。最後まで行くんだ。そして番組ではツイッターアカウントもありますぜ。やっぱり最後まで行くんだ。アカウントはアットワークストーンズ ANNSATZ、 間違えてない、ハッシュタグストーンズ ANN をつけてつぶやいてほしいんだぜ。ここで一曲だぜ、グッチユーゾー&グッチーズでハッチポッチファミリー。あー、これだ。何でもありの楽しい駅、楽しい仲間、めったに電車は来ないけどさあおいで、たまには喧嘩もするけど本当は優しい、そうよ、世界の恋人、うんうん、ニコニコ元気にハッチポッチファミリー。改札口のジャーニー君、何よ、せっかちとっかち、たまには遅刻もするけど真面目な、そうそう、おきっとよし、よいしょっと、ワイワイ楽しい、ハッチポッチファミリー。さあピッチャー投げました、打った右中間バックパス、これはタイムリーになるぞ。サードコーチャーが腕をぐる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 回す、回ってない回ってないぞ、どうした、回したいのに回らないの、肩痛くて、もう肩、腰の痛みに貼れば直に聞くフェイタス。総合人材サービスを展開しているパーソルグループが運営するウェブメディア、はたわらワイド主催のオンライン配信イベント、グッバイモヤモヤ、佐久間信行と働くトークの第4回、4月の開催が決定しました。はたわらワイドは一人でも多くの人が働いて笑おうを実感できるように、働く自由と未来の可能性を広げるメディアです。今回のイベントでは特別ゲストに小島春菜さんをお迎えし、皆さんの仕事に関してのお悩みなどにお答えする予定です。最新情報ははたわらワイド公式ツイッターなどで更新されます。皆さんぜひチェックしてください。あの不朽の名作が帰ってくる、浦井健二主演ミュージカルアルジャーノンに花束を、4月27日から5月7日まで日本青年館ホールで全15公演上演。
詳しくはアルジャーノンに花束を公式サイトをご確認ください。ストーンズ天候、田中樹、ジェシー、松村北斗、京本大我、松村北斗、高知優吾、松村北斗、森本慎太郎、松村北斗、ストーンズのオールナイトニッポンサタデースペシャル、松村北斗でした。はい、ということでじゃあメールお読みしますね。はい、ラジオネーム和田かまりさんからです。ここは眠らない街有楽町、誰にも相談できない困りごとを抱えた者たちが最後にたどり着く場所、サタスペ探偵事務所。お、土曜深夜にだけ現れる事務所にいるのはどんな事件も華麗に解決するボス、シャーロック田中と、おっちょこちょいの助手北斗尊くん。え、悩めるリスナーの相談を聞き、おすすめミュージックで気持ちを落ち着けるという世界観はいかがでしょうか。あ、募集してないです。いや素敵だね、いいねこれ、めちゃくちゃいいじゃない、ですこのコーナー。深夜っぽい、なんかその落ち着かせるみたいなミュージックもいいし、逆にちょっとあの真剣な日もあったりするし、なんかちょっとね面白い日もあったりとか。探偵いいね、ぜひ採用したいよね。勝手に募集しないでもらっていい、これで。なんかねゲスト来た時は今日はこんな、依頼人が来てくれてます、いいね。こんな今日の依頼人、今日は特別な依頼人が来てるらしいな、北斗さんくん紹介してくれ。はい、シャーロック田中さん。俺のキャラクター決めるなよお前。これでいけますよね。あー、これはだいぶクオリティ高い、ね、これ結構有力候補ですね今後のね。オールナイトワークでやる、そんなの。続いてラジオネームジャスティスさんからです。この番組をお菓子の国にするのはどうですか。え、ビスケットでできたスタジオでチョコレートのマイクを通して、え、お菓子の王子様ジュリリンがおしゃべりする番組です。ジュリリンだ。ジュリリンはいつも白色と赤色がねじねじになったキャンディーのスティックを持って甘いセリフを届け、リスナーのほっぺは毎週落ちちゃうスイーティーラジオ。これはいいね。うーん、こういう方向性も全然あるからね。俺出てきてない。いやいやいや、まあ、俺いなかったよ今。なんだろうね、お前は何、どんなのがいいかな。こうなるとなんかマシュマロの、なんかマシュマロの精霊みたいなことでいいよ、ね、精霊なの。ね、いいよね。喋れないんじゃない精霊だったら。こういうのやっぱいいね。あ、俺らやっぱアイドルだから、アイドルっぽいラジオにはなりそうだよね。ちゃんと甘いセリフを言って終わるみたいな。君はそれでいいの。それかお前グミ坊やでもいいよ。どういう意味。グミ坊やでも平たいね。グミ坊やちょっとグッとひねってもらって。そう、グミ坊やでももちろんいい。もちろんフェットチーネ坊やね。悪いね、なんだか。パウダーね、パウダーかかってるやつね。申し訳ないねそれは本当。続いてはね、ラジオネーム花肌さんからです。ガンコちゃんについて調べたところ、お、毛色変わったね。人類が滅亡した後の世界を舞台にした恐竜の物語だそうです。ってことはつまり恐竜版バイオハザードってことですかね。あ、そんな壮大な感じだったっけ。俺そんな感じで見てなかったけどな。あ、そうか。じゃあ、あれか、 PS5 とかで探したらあるかもしれないか。あるかもしれないよね。自分が恐竜、ガンコちゃんを操作しながら無事この世界を生き残っていたみたいな。ガンコちゃん目線の、そう、ガンコちゃん、エンドオブザワールドみたいな、ね、やつが一人称視点であるか、うん、こういうのって裏設定が大人だったりするよね実は。そうね、うん、特に昔のやつは特に、ね、だからもしかしたら大人、お父さんお母さんとかも一緒に見れるのかな。一緒に見てた。知らないけど。いや、わかんない、それ、うん、見てなかったでしょって意味で、見てたっけっていう。子供が見てて、お父さんお母さんとかもいわゆるなんかそのちゃんと設定があるから、子供はわー楽しいでも見れる、ガンコちゃんみたいなピンクのキャラクターがいて、うん、やっぱ人間もバイオハザード、じゃあ恐竜版バイオハザードだから。でもなんか、うん、薄くすんだピンクだったよね。なんかね、ちょっとやっぱ怖いピンクしてたけどね。はい、続いてラジオネーム不幸中の Wi-Fi さんからです。ガンコちゃんガチ勢の小学校教員です。あら、子供たちと一緒にザーザー森のガンコちゃん見てますよ。え、ガンコちゃんは幼稚園、保育園および小学校1年生向けの道徳番組です。1年生の道徳の学習内容に対応した番組となっているので授業で使ってますよ。だからやっぱマジで、俺がさっき、まあ、さっきはちょっとふざけてたけど、うん、マジでお父さんお母さんが見てもいわゆるそんぐらいの年代の子に対する教育的な意味ではいいんだろうね。だから大人が見て改めて、ああ忘れかけてたことだなとか、そういうことだね、とか分かりやすく何かを教える意味ではいいのかもね、うん、これゴールデンで特番組んだ方がいいんじゃない。ガンコちゃんゴールデンで組まなくていい、ね、大人がもう一度
ていう。じゃあ、まあ、なるほど。大人向けでね。大人がもう一回。ああ、改めてこの、うん、こういったも、頑固ちゃんに限らずだけどね。うん、で、まあ、俺はまずその、ざわざわ森の頑固ちゃんっていうフルネームがちょっとね、うわ、こんなんだったってちょっと懐かしみが。ざわざわ森、だからそうか、住所か、ざわざわ森。そう、ざわざわ森在住の頑固ちゃんってことだから。ね、続いてラジオネーム、ゆのさんからです。頑固ちゃん。もうすぐ2歳の息子がいるので見てますが、今がんこちゃんから弟のがんぺいちゃんと仲間たちの話になってます。え？がんぺいちゃんが成長してます。時系列でちゃんとそのさっきおきくが言ってた弟がちゃんと成長してってんだよ。あんなにも人気アニメーションサザエさんドラえもんしんちゃんがそこは年齢設定は譲らなかったそうよ、うん、がんこちゃんがじゃあちょっとこうなんか色気づいたりもしてんのかな。だからナルトからボルトみたいな。ことだね。だからドラゴンボールもそうか。そうよ。GT とか行くみたいな。そっちになる。だからメジャーがロードオブメジャー、そのメジャーがさ野球のあれがさ重野五郎がさ大人になっていくみたいな話だよね、感じだよね。うわ、例え出すぎた。数打ちすぎた。ああなあ、そうかそうか、ちゃんとだから俺らが今見てもうわー。ガンペーってなんのかな。な、それは見てみない。お前さ、大人になってんじゃんみたいな。感情移入してる。これ何時にやってんの今って。時間はあの人と変わらず。同じ夕方ぐらい。何時ぐらいだった当時って小学校。あ、小学校休んだ時に見れるイメージ。でもバケルの小学校は体調悪い時に確かに病院お母さんが連れてくる時の車の中の。テレビで見てたイメージある。だとしたらじゃあいよいよ誰向け？だから子供が見れない時間にあれやってるの誰向け？金曜の午前9時。金曜の午前9時。ああ学校でリアルタイムで見るんだ。ああテレビでね。ああそういうことか。そうか、ちょうど1時間目ぐらいの時間？1時間目2時間目ぐらいの時間か。じゃあ時間割表にさ。朝ホームルーム1時間目リアタイって書いてあるの。そうリアタイがんこちゃんって書いてあるんだよ。ああそうだからやっぱ学校に住んだ時に見れてるイメージだったのか。あそう、あそういうことか。あそうだね、なんか全部納得したい。あーなるほどなるほど、がんぺいちゃんが進化してるんだね、成長してるんだね。そう、俺あんまりまだ感動入れてない。いや俺は感動するよ。なんかいやああいうのって止めるじゃん。止める止める、いくらでもストーリーは作れるから。まあそうね、だから服装とかも変わってるかもよ。なんかダメージ入ったデニムとか履いてニューエラ後ろに被ってたりとかもあるかもしれない。それは俺見てないから分かんないけどね。可能性としてね、うん、成長してるからね。ちょっとローファー履いてみるとかしてるかもしれない。おしゃれになってる可能性あるよね、うん、はい、ということでじゃあここで、番組からお知らせでございます。うい、再来週4月22日の放送はスペシャルウィークでございます、うん、4月22日はですねストーンズ初の東京ドーム公演の2日目ということで、再来週の放送番組ではこんなことをやっちゃいます。ストーンズ東京ドームライブアフターパーティー、うわーということでございます。で、まあ、東京ドーム公演直後の田中樹と当日のメンバーの2人で熱々なアフターパーティーをお届けしたい。アフターパーティーもう終わって割と多分本当1時間2時間ぐらい後にもうすぐ放送ですから、すぐアフターパーティー、もうすぐアフターパーティー、アフターパーティーはい、ですから東京ドームだから東京ドーム直後にこのラジオで熱々のその感想戦、そういうものを行った後戦うの感想で再び最終日の東京ドームへと向かうという ディベートみたいなこと。そういうラジオですよ。だって1時まで放送やるわけだな、うん、でも家帰って寝てそのまま起きて次の日、まあ、またリハーサルなりなんなりして公演ですから。あもうだからこのブースを経由してドームをはしごするみたいなことですよね。ちょっと しっくりは来ないけど東京ドーム残念ながら初、うんうん、日本放送経由東京ドーム着ってことだよね、うん、あー悔しい、しっくりこなかった。俺も言いながら何を言おうか迷ってたけど自信持って言ってくれたらガッて来た。説得力あった。まあだから本当東京ドームの空気そのまま身にまとってポケットとかに入った状態で有楽町のスタジオに持ってきますから。もっとでっかくやってこいよ。みんながポケレベルで、みんなが俺の近くで息した時東京ドームの空気吸ってるのと同じ状態。意味わかんない、体についてるからまだ東京ドームの空気が。その状況できますから、タバコの煙みたいな感じ。
香りをまとったものみたいな、近くで誰か出てたんだみたいな。ちょっとね、今日あの近くでちょっと伸びちゃってまあ最高のアフターパーティーにしたいわけでございますよ。アフターパーティー、だからね、オードリーさんにもぜひ嗅がせてやりたいなと東京ドームの香りをね、来年2月18日ぜひぜひ嗅がせてやりたいなと。嗅がせてやりたいと思うんだ鍵てると思うんだ。ぜひ嗅がせやりたい。この前鍵言ってたから。そうですか。直で。なんでね、まあアフターパーティーをもうめちゃくちゃいいものを盛り上げたいわけですよ。まあそれによって23日の東京ドームをより熱々になりますし、入れなかった人もあこんなんなんだ、明日はこんなになるといいなってこう入って一体感そう出ますから。なるほど。みんなで同じその感性の法則インドームを。迎えられるということでございます。もういいの、それ魅力的。なんでもアフターパーティーという概念、まあとりあえずね、アフターパー、まあ、あなたなんか引っかかってますけども、あんま知らないけど。だからね、アフターパーティーっていうその概念に憧れてるだけで、具体的に何を行うことがアフターパーティーなのかはこれから見つけていきたい。あ、知りませんでした。誰も分かってません。あ、そうなんだ。だからね、俺たち全員でアフターパーティーを作るという、うん、まあこれを聞いてるお前ら一人一人が参加者ということで。え、他にアフターパーティーしてる人の参考にしたりしないの？お前もな。俺もだ、うん、お前も参加決定だ、はい、それからドレスコードも招待状も必要ない、俺らだけのアフターパーティーなの。それってパーティーになります、ね、作りましょうよ。そんな素敵なアフターパーティー、最高のアフターパーティーを作っていきたいよ。来たかったら来ていいよ、お前も。あ、やばい、行かなきゃかも、お前も来てくださいよ、はい、まあね、何をもってアフターパーティーかっていうことだけがこれから見つけていきましょう。参考にしたら01で作るの？いや、作ります。見つけます。まあ、調べたりなんなり。そこを、調べたりもします。調べては欲しい。して、いろいろその中に自分たちらしさとかいろいろね、やりながらこう、付け足したりして作っていきます。うん、見つけていきます。と、うんうん、いうことで、ちなみになんですけども、今回割と珍しいっていうパターンでして、それもね、その、うん、ライブ直後に、リモートじゃなくてスタジオからラジオをやるっていうのは、その2021年のオンエストツアーの横割りの公演以来の2度目なんですよ。ああ、そうか。基本ね、俺ら年始からツアーやってたから、はい、年始は収録だったじゃない。そっか。で、それ以外はやっぱり基本は地方なんで、うん、ブースではやってないから。そうか、謎の小部屋から。そうそうそう、なんでそういった意味では、リモートだったから。あんまりないパターンなのかな、今後ももしかしたら。だからより、ぷかーっと浮いた感じのラジオになるのかな。どうなっちゃうのかめちゃくちゃ気になるよね。怖いよね、ちょっとね。今まではなんかそのリモートだよみたいなんで、なんか若干なんかごまかしてたじゃない。ごまけてないけどね。なんかリモートだからさみたいな。まあその逆に特別感もあったよね。それがないブースでやるっていう。だからなんかね、リモートだとこのさ、ジュリともう一人以外はいないわけじゃん、はいはい、こんだけのさ制作陣を目の前にあのラジオできるかっていう。ね、OS の時ってどうだった、ちなみに。その一度目の時って。どんなラジオになってた、わりかしちゃんとしてたのか。ああ、お聞くじゃない。その時って、三浦さんか。誰も、長尾さん覚えてないの？覚えてないんだ。誰の記憶にも残らない。誰の記憶にも残らないラジオだったことは確かってこと？高井さんも覚えてない？覚えてないか。あ、泣けるパーティーロックアンセムっていう企画やったらしい。何？俺知らないよ、聞いてない。何それ、パーティー。じゃ誰も覚えてないじゃん。ガチで誰も覚えてないね。ただそういう感じの回だったね。あ、ジェシーだったんだね、相方が。パーティーロックアンセムだから多分ジェシーだ。なんでトゥルさんしか知らないの？トゥルさん、え、覚えてる？めちゃめちゃ覚えてんだ。なんで誰も覚えてないの？逆にてるさんがしょ、なんでお前ら覚えてないのって感じなんだ。すごいね、スズメの戸締まりのワンシーンみたいになってる今。ミミス見えないの？嘘みたいな状態になってる。これだからそういう状態だったから、そのしかもドームですから初めてだから、結構多分体力的精神的にも疲れてると思うから、まあただブースでも俺ら夢の中に入ってしまうのかということも注目ポイントですよね。まあ他のパーソナリティじゃできないだろうね、逆に。いやー、ないだろうね。まあでもアフターパーティーも俺ら知らないから何も、ね、何もわからないラジオをやるんだよ俺ら。どうする、なんか飲食はした方がいいのいいってこと、それは立食なの？立食、ちょっとなんか串に刺さったさ、何かさ、なんかお肉っぽいものとさ野菜っぽいものが刺さってる、ね、変に四角いやつとかも食べた方がいいんだよ
方がいいのかな。なんかの ピンチョスみたいな名前のさ、オリーブなんですよ。なんかとオリーブとなんかのさ、串に刺さったあの3つとかのやつ食った方がいいのかな。あのなんか慣れない手つきで食べたらオリーブ種入ってて、ああっていうのやった方がいいのかな。であの串ってどこ置けばいいんだろうって一瞬迷うやつ。キョロキョロするみたいの。爪楊枝どこ置いたらいいんだろうとかね。ダーツとかもするこれ、ね、するのか。後半になったら分かんないけどね。ビンゴとかも始まるのか。流れるだろうね。ということで、まあ、再来週のアフターパーティー、道行くことだらけですけどね、最高のアフターパーティー、皆さんお楽しみに。この時間は久光製薬がお送りしています。野球選手でイケメンってずるいよな。天は二物を与える。神様は不公平だね。まあ俺も二物もらってるけどね。何と何。肩こりと腰痛。不公平すぎるよ神様。肩腰の痛みに貼れば直に効くフェイタス。久光。日本放送ポッドキャストステーションでは地上波番組の再編集版やオリジナル番組も配信中。日本放送ポッドキャストで検索。アロハ横浜とジ・ウクレレコンテスト4オールのコラボレーションによるアマチュアウクレレ日本一決定戦開催。6月3日土曜日、横浜赤レンガ倉庫でアマチュアウクレレナンバーワンプレイヤーが決まる。ただいまエントリー受付中。詳しくはアロハ横浜公式ホームページをチェック。青山よしのと前田香織、金曜日のしじみポッドキャストで配信中。東京都千代田区有楽町の日本放送をキーステーション全国ネットで放送中。ストーンズのオールナイトニッポンサタデースペシャル。あのさ、このラジオでも前俺が喋ったんだけどさ、一人で USJ に行ったって話覚えてる？うん、覚えてます。あのリモートの時かなんかね。あ、そうそうそう、なんかのボム兵買ってなんかみたいな、はいはい、でその後もさ、このラジオで、まあ、実はそれ一泊してその後日があるんです、はいはいはい、みたいなことを言ってもらってたでしょ、はい、まあこれ喋んなきゃいけないんじゃないかっていう、うん、これはね、うん、使命感、後日談をってこと。だからその USJ の後よ。その後松村に何があったかっていう。あなたはそのあの日 USJ の話だけをしましたよね、うん、はいはいはい、悪いけどその日も俺トゥルさんに喋ってたから、うん、そのトゥルさんが、いや実は2日目もあるっていうことは俺に喋れよっていうウィンクをしてるんだなってな感じてたわけ。あんまりトゥルさんしてないけど、キャッ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 っていうのはしてんだろうなって。いや俺あんましないけどなって感じやけども、俺は感じてたから、うん、まあ今週だろうなって。あ、そう、うん、今週だろうなと思ったの。ついに時は満ちた。誰もあんまり思ってなかったけどね。うん、いや誰もあのまま終わっても違和感はなかったよ別に。いやいやいや、それじゃ うん、あなた的には、俺は今週だと、うん、俺もそうだし、それはもうリスナーもそうだし、トゥルさんもそうだし、みんな周りみんな思ってたけどね、うん、このラジオに関わる人が喋ろうと思うわけ、はいはい、後日だ、うん、だから USJ 行きました、夕方までいましたの後、はい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 、だから俺その後一泊してんのよ大阪に、はい、うんうんうん、でまあなんかちょっとこうご褒美的な旅行だったから自分への、うん、まあ奮発してちょっといいホテルに、はいはい、泊まってっていう感じだったのよ、うん、だからその後ねすぐ電車で移動して、うんうん、でそのホテルについても調べるわけじゃない、自分で泊まるわけだから。あ、はいはいはい、そしたらさやっぱこう奮発した会屋ってさ、うん、まあ、いろいろあんのよ。あ、施設設備とかがね、はいはい、もうスパとか、あ、めちゃくちゃいいね。スパってさなんとなく聞いたことあるけど俺よく知らなかったよ。あ、何をする場所というか、うん、あれってなんかめちゃくちゃマッサージしてくれるの。あ、そう、あのね、信じられないぐらいマッサージしてくれる。すごいらしいね、うんうんうん、もう油でベタベタになるぐらいしてくれるんでしょ。あれギトギトになるぐらいのマッサージしてくれますよ。でスパがあって、うん、あとジムもついて、あーすごいね、いいとこじゃない、うん、あとこれびっくりするぜ、うん、プールついてんの。あー、ちゃんといいとこだね、うん、だから運動もできるように、うん、とかいろいろあったんだけど、特にやっぱ気になったのはスパとプール。まあジムはさ、まあ都内でもちょいちょい俺行ってたし、うん、まあこのスパとプールは行きたいなと思って思いながら移動してて、これ一番最高な案は何だろうなって考えたら、うん、まあ着きますホテル、はい、もうプール入っちゃいます。ああ、いきなりね、うん、上がります、ご飯食べてスパで
軍内。いや、それは最高ですね。でしょ？その流れは、だね。完全、完璧なのは。だろうねって思って、うん、まあ、ホテル着いて、うん、なんやかんやしてたら、もう夕食時になっちゃったもんだから、はいはい、まあ、とりあえずよ、うん、ぐちゃ込みする前に、まあ、粉もん大阪の、はいはいはい、お好み焼き食べようと思って、うん、まあ、ホテルのフロントの方に電話したら、うん、もうだったらここですとおすすめしてもらった教えてくれたわけだお好み焼き屋さんあったからさ、うん、まあとりあえずまあプールその後でもいいかなってまあ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 、うん、でお好み焼き屋行ったのよ、うん、まあお好み焼きの話してしまうともうめちゃくちゃうまかったああまあまあまあいいしかもホテルの人がおすすめしてくれた場所だしね、うん、いや大阪でわざわざ食べてよかったなあなるほどで、ね、めちゃくちゃ食ったわ俺おー何その量を量を。おはいはいはい。量以外ないでしょ、めちゃくちゃ食った。なんかすごい勢いでみたいな。スピードね。めちゃくちゃしてやったわ、みたいな。タイムアタック的にね。そう。ついて、まあ、なんか、お好み焼き、無難に頼むじゃない。うん、で、ほら、なんか大阪ってさ、ご飯と食べるじゃない。ああ、はい、言いますね。だからもちろん、ライスも行って、はい。で、その後よ、うん。おむそばも行ったのよ。ああ、結構な量じゃないで、なんか、あまりにも美味しくて気分上がっちゃったから、うんまあこんだけ楽しかったらねと思って、うん、俺珍しくお酒の方もいただいてあらそうですか一人でクッと傾けて、はいはいまあ、もちろん普段はオールフリーも、ねはいはい、飲んで休館してる分、はい、こういう時クッと行って、うん、で食べてでデザートも食べて、うん、で帰ってしたらまあプールスパまあプール入ってスパかなんて思って、うん、いろいろ調べたらよ、うん、もう完全に時間過ぎて閉まっててああそうかそうかとかうわーとか思ってたらさまああんだけ食べてさ歩いてもなんかお腹パンパンはいはい苦しいよねもうなんていうのそれこそもうボム兵がこうかなりバンバンだねもうお腹の中でこうハテナブロックからこう行きますかあもういつでも爆発行きますよと、うん、まだすかねとこちらちら見た、うん、あのこの子さんがみたいなあじゃあ僕まだみたいな感じだったのよかなりパンパンだねっていうのもあってまあ閉まってたっていうのもあってまあ、うんね、寝るかって思ったのよまあちょっともう動けないぐらいパンパンだからね俺、うんうん、時間動けないぐらいパンパンで時間も過ぎてるしもう全ての理由が合致したもんだからやめたのよやめる条件が全て揃ってしまったわけだからね全て合致したから寝たのよ、うん、でまあ起きてまあホテルのさ朝って言ったらもう朝食ビュッフェじゃない、うん、まあちゃんと起きれた日には行きたいねでしょ、うん、で、まあ、チェックアウトの時間も考えて俺完全にいい時間に起きたのよああちょうどいい逆算してねアラームかけて、はい、でアラーム通りパッと起きてさ、うん、朝食行くか、うん、と思ったんだけどもやっぱボム兵がまだこういるのよ昨日と同じ場所に昨日の若干残りがそう寝ずに待ってたのよボム兵がまだ行きますみたいなまだ残留なされてるわけだそう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 、うん、まだこう導火線には火つけないけどねこう行きますよと、うん、行きますみたいなまだ溜まってるわけだねまで待ってくれ、うん、待ってくれっていうのをかけながらでも朝食ビュッフェ飛ばすってなるとだいぶホテルの醍醐味ねそうねなんかだってしかも昨日プールとかも漏らしてるわけだからプールスパそれはビュッフェは行っておきたいな。でしょ？うん。任せてよ、行ってきたのよ。わあ、そこはやっぱ、逃せないなと。そうだよ、ボム兵と一緒にね。パンパンよ。頑張ったな。で、いいホテルって言うと、ほら、和洋中とか、いろいろあるじゃない。いろいろあるしね。だからもうそんなん、だから結局3週ぐらいするじゃないのって。ああ、ああ、ああ。だからあれもうボム兵がこう、って見てるときは食べずに、ちょっと目外した瞬間、ガッて入れて。結局だから俺3週分食べたのよ、全部。ああ、また結構な量いったね。もうさすがにボム兵が2、3歩出てきて、こう、さすがにいいっすかみたいな。もうだいぶだよね。しかも、あ、そうか、昨日食って、うん、まあまあまあ、そうか。そんな時間経たずだもんね、寝るだけの時間だから。やんちゃしてますね、っていう顔してんのよ。でもまあまあまあ、まあ待って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 。しかも朝から結構ちゃんと食ってるよね。食ったよ。うんで、3週。で、食べ終わったのが9時ぐらいだったの。はい。で、チェックアウトが10時。うん、じゃあ、まあ、ゆっくり支度して、なんて思いながら、はたと気づいたんだけどさ、プールやってるんじゃないか。はぁ、朝ね。うん。うんうんうん。でさ、なんか、プールのロビー、プール用ロビーみたいなのが。受付みたいな。うん。行ってみたらさ、
空いております。おー、朝9時、それこそ8時9時ぐらいから空いてんのかな、ぐらいから空いてんの、うん、とにかくその俺が行った9時ちょい過ぎ、うん、はちょうど空いてたわけだ。そう、うん、だから多分これ俺9時半ぐらいまでだったらいけるなと思って、まあ、数十分だけど、うん、だからちょっとじゃあプール入りたいですということで、うん、そしたらなんかあの決まりでスイムキャップは決まりだからって言って貸してくれて、はいはいはい、あのそれとあとスイムウェアとゴーグルとかは各なんか何百円で貸しますみたいな感じだったから、まあスイムウェア借りて、あのまあいいホテル泊まっちゃったもんだからゴーグルはちょっと割愛してちょっと高いよ、ケチんなよ、そこまで行ったら目閉じれいいじゃん、水中は頑張れよ、ゴーグルなんて別にそんな、なあ、数千円はしないだろうね。そんな水中で目開けたい？それはね、フルで行きたいよね、せっかくなら。そんなに水の中に見たいものある？いや、でも、果たして目を閉じる良さがあるかっていう話でもあるけどね。うん。とにかく借りずによ、うん、行って、で、着替えてさ、俺のイメージよ、うん。着替えたらそこに扉があってさ、うん、プール入れる感じわかる？はいはいはい、あ、わかるよ。あの着替えた後しばらく廊下歩かされるストロークがある、受付更衣室からプールの入り口までのそのストロークがあるわけ、ね、そうそうそう、うん、だからあのスイムウェアのさなんかパンツみたいなの履いて俺すぐプール入れると思ったからスイムキャップかぶってさでこちらへって言われて、なんかあのホテル用のさあの紙のスリッパみたいなの履かされて、それでしばらく廊下歩いてしかもスイムウェアだから結構ピチッとしてるやつだよね。そう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 、もちろんいわゆるあのおしゃれな海パンみたいな感じじゃないよね、うんうん、でもその時ぐらいにはボムヘムまあ落ち着いてきたわけだ、うん、まあ、じゃあ泳ぎなさいよ、うんうん、せっかく大阪来てっていうことで泳がせてもらってさ、バーって扉開けたらさ、うん、いや久しぶりに見ると感動するね、うん、25メートルプール、あーすごいの、まあ、4連か5連ぐらいだった。ああいいね、なんか小学校中学校ぐらい思い出すね。そうで、お客さんは1人だけ、ああ1人いるんだが一番端っこのレーン、はいはいはい、これはもうほぼ貸し切りじゃん、うんうんうん、ってことで俺ももう逆の端のレーンで、はいはいはい、入って、もう久しぶりだったからもう正直暴れてるみたいな状態だったけど、もういろんな泳ぎ方してクロール、水かき、バタフライ、もうこれ見まし全部やったわけだ、してよ、うん、でさわーってしばらく泳いでさ気持ちいいなーとか思ってさ、うん、あれもやって、あのほらパンってついてさ、何も言えねーっていうのあの有名なセリフを、うんうん、でもちょっと再現したわけだ、やった入るね、グッと気持ちが、いや できること、いわゆる水泳プールでできること全てやったわけだ、したらさ外にもあるよっつって、うん、え外プール、そうなんかテラスみたいなおしゃれな、それはちょっとおしゃれな方のプール、そうでガチャってさ扉開けたらおしゃれなテラスにさ、それこそあれをもう木とか生えてるような、うわめちゃくちゃいいじゃない、にうわーってお花が咲いてる真ん中に丸いジャグジーが一個あんの、あーいいねいいね、これは入るでしょうと思って、もう完全一人バチェラーよボコ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 ってしてさ、いいね満喫してるね、気持ちいいねとか思いながらさ、いいホテルだからね、さぞし、うん、そのロケーションもいいわよな、よかったよ、うん、でもさすがにちょっとそれで終わるのもなと思って、最後もう一泳ぎプールの方にしてさ、はいはいはい、運動をね、で、あもうそろそろ時間かと思って出たら、まあ9時40分お結構ちょっと思ったより行ったもんだから、もう急いで部屋戻って急いで支度してさ、その後急いでチェックアウトして、うん、ふっって一息ついたらさ、横見たらよ、もうボムヘン、うん、すぐ近くでこう導火線に火つけてんの、チチチチチもうついてんのよ導火線に、はっと思って急いでトイレ行って、ボムヘンがもう一度ねちょっと完全にそれはお手洗い行ってよ、お手洗い行って、もちろん分かる分かるよってことなの、ボンとこういたわけですね、うん、ボムヘンが、まあその聞こえるとさすっきりじゃない、うん、しかもやっぱバンって言ったらやっぱ痛いのよしばらく勢いがね、しかもそこまでにすっごい食べてるから、そうたくさんでさ、うん、ボムヘ一発バンっていくでしょ、うん、その後もやっぱいたのよいっぱい、あまだね控えてんのよね、あれ一発で済まないの一番目の前のやつだけ見てたけど、そう後続がいたわけだね、そう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 、うん、次僕ですかっていうのがちょっと痛いなとか思いながら、でも一度さ
大きなこう波はボムを起こしたらちょっと楽になるから、うん、じゃあ次の行きたかったとこ行きましょうかと、うん、いうことで俺次行きたかったのが、うん、海遊館っていうね、水族館。わかるわかるわかるよ、うん、これ何が魅力っていうと生きたジンベエザメが2匹泳いでんの。はあ、あれだね、あの有名ななんか見たことあるよね。何ある、その映像は。うん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 、2匹もいんのよ、うんうんうん、でっかい、すごい迫力だよね。で何がそこをもっといいかっていうと、さらになんか特別料金みたいなの払うと、うん、バックヤードツアーみたいのになって、ほう、ね、水槽のだからさ、よく水槽の上からさ、こう餌とかをさ、トレーナーさんが入れるじゃん、 あそこに行って上からだからガラス越しじゃなくて肉眼で見えますよっていう、直接見れるってことか。ああ、俺さ、ジンベエザメとかクジラとかシャチとかそのあたりめっちゃ好きなの。あ、ホクタなんか好きなイメージある俺、うんうん、だからもちろんパッとお金払って行ってよ、はい、ご褒美だしね。そうしたらやっぱりいいわ。あ、まあ普段見る水族館とはまた全然違った。やっぱガラス越しで見るのとは違うし、うん、見れるだけかなと思ったらなんか解説みたいのもついてるの。あ、直接そうか、ついてくれるからいろいろ聞かせてくれるわけだ、生態的なこととか。そう、うんうんうん、にとどまらず結構ジンベエザメ上までザーって上がってきて、上がってくんだ、背中が海面出んのよ。はあ、それなかなか見れないね。だから俺完全に肉眼でジンベエザメ見たの。はいはい、もう水をもう通さず、ジンベエじゃないと思ってもう口元に手当てる感じわかる。うん、うん、うわっとはあってなって、うん、もうさ、もう正直ね、いろんな周りに人いたけどの3倍ぐらいずっといたぐらい興奮して、うん、でその興奮感持ったままさ、海遊館ぐるーって見たら途中でさ、うん、何水族館カフェみたいなのがあるじゃない、ちょっと休憩所も、うん、あるね、ちょっとご飯食べれたり休憩できるとこ、そうそうそう、うん、そういうところ普段は、まあ、まあまあまあ俺魚見に来たしって感じなんだけど、うん、ずるいね、うん、ジンベエラテ、あー、そういうのがあるわけだ、まあ、カフェラテの上にそのココアパウダーでジンベエザメが描かれててみたいな、っていうのと、ジンベエソフト、うんうんうん、まあ、ジンベエザメのこの色を模したソフトクリームが、はい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 、なるほどね、うん、もういっちゃったよ。ああ、もう気持ちは入っちゃってるからね、うん、魅了されてるから、そう、うん、もうボムヘイが「ん、行くの?」みたいな感じしたけど、まあ、お前また行くのかと、これは行かせなさいよってことで、うんうんうん、これちょっとお願いします、頭下げて行って、うんうん、で大丈夫だったの、うんうんうん、で美味しくて、もう美味しかったの普通に、うん、でまあすごく満足したから、それでジンベエザメ見れて、うん、だからまあ夕方手前ぐらいだったけど、まあ満足したし、じゃあ帰るかと思って、もう、うん、まあ、まあほぼ丸20分で行って、うん、で大丈夫だったの、はあはあ、で美味しくて、まあ、美味しかったの普通に、うん、でまあすごく満足したからそれでジンベエザメ見れて、うんうん、だからまあ夕方手前ぐらいだったけど、まあ満足したし、じゃあ帰るかと思って、うん、もう、まあ、まあほぼ丸24時間ぐらい楽しんでるよな。そう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 、うん、旅行で行ったら、うん、まあ、ちょっと早めだけど東京帰ろうと思って、うん、で新幹線乗るときに、まあちょっと早めに帰るわけだし、うん、最後も奮発するかってことで、まあグリーン車、ああ、もういいじゃない、ほんと贅沢、すべて最後までしようと、そう、うん、グリーン車取ってよ、うん、やっぱグリーン車っていざ乗るといいね、快適で広いし、まあ、ね、うん、で乗ってしたらさ、あの車内販売みたいなのもすぐ来るね、はいはいはい、グリーン車は、うん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 、いや、なんか俺楽しくなっちゃってさ、そこでもうキンキンに冷えた、まあ、あのお酒をいただきましてはいはいはい、カッと、はいはいはい、行ったらさ、気持ちがもう上がってるからね、ふわーなんて言って車窓パッて見たらさ、車窓と俺の間にボムヘがボンってもうもう導火線がミリ、あー、もう一応行くぞと、もうチってなってんのよ、うんうん、トイレ駆け込んでさ、うん、そっからはさ、ボムヘの連発ボーンボーンはい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 、はい、止まんないのよ、ボムヘどいてもどいても、ね、後続がいっぱい控えてたから、たまにあるじゃん、ボムヘいい、もうすごい出てくる目、うん、控えてる、ね、あれよ、うん、俺結局さ、せっかくグリーン車取ったのに、もうほぼ俺トイレにいたのよいや、最後の3番もったいないね、もったいない、だったらゴーグルケチらなくてよかった気がするけどな、ゴーグルか、お金かけるの、だったらゴーグルだったな。さあピッチャー投げました、打った、右中間マップパス、これはタイムリーになるぞ、サードコーチャーが腕をぐる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 回す、回ってない回ってないぞ、どうした回したいのに回らないの、肩痛くて、もう肩
腰の痛みに貼れば直に効くフェイタス。久光オールナイトニッポン55周年記念ガチャ、ついに第2弾が登場。今回は日本放送放送技術部監修のもと、完全再現されたマイク、カフをはじめとした全4種類のミニチュアラジオブースです。ガチャガチャの森でゲットして、あなたのお部屋をラジオブースに。野球選手でイケメンってずるいよな。天は二物を与える。神様は不公平だね。まあ俺も二物もらってるけどね。何と何。肩こりと腰痛。不公平すぎるよ神様。肩腰の痛みに貼れば直に効くフェイタス。久光東京都千代田区有楽町日本放送をキーステーションに全国ネットで放送中。ストーンズのオールナイトニッポンサタデースペシャル。この時間は久光製薬がお送りしています。さあピッチャー投げました、打った、右中間マップパス、これはタイムリーになるぞ。サードコーチャーが腕をぐる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 回す。回ってない回ってないぞ。どうしたどうした。回したいのに回らないの。肩痛くて。もう肩腰の痛みに貼れば直に効くフェイタス。久光ラジオが読めちゃうウェブサイト、日本放送ニュースオンライン 1242.com からアクセス。2013年に放送を開始し、リスナーから熱狂的な支持を集めたアルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ。その伝説が10年の時を超え、ラジオのサブスクサービスオールナイトニッポンジャムで配信開始。聞けばあなたもアルピー劇場の虜に。詳しくは ANN ジャムで検索。ストーンズのオールナイトニッポンサタデースペシャル。はい、ということで、もうこれですか、今夜のメールテーマですね。あの、暴れようということでございまして。来てしまったね。リスナーの中から、暴れろ中の暴れろ、そう、暴れようを決めていきたいなと。うわ思います。いいですか、今夜ついに決まる。もう早速、読んでいきますよ。うん。で、まず最初はラジオネーム、布製の醤油差しさんからです。クリスマスに近所のモールでやっていた福引き抽選会に参加。1時間近く並んで出たのは、のど飴2粒でした。心の中で暴れ泣きました。ということでございます。なるほどね。はいはい、まあ。ありがちなことで、僕1等とかは何だったんだろうね。なんか、遊園地のペアチケットとかかな。ああ、それだったら確かに、暴れ泣くってなんだ。それがあるから1時間並んだけど、のど飴2粒。だ1時間近く並ぶほどの何かはあったんだよ、魅力は。あー、まぁ、あ、ちょっと古いかもしれないけど、カニとかね。あー、そうそうそう。米だわらとか。のど飴2粒だったら確かに暴れるわな。1時間も並んでな。あ、じゃあ続いてお願いします。はい、ラジオネーム、レイリー。大学で上京して初めて一人暮らしした週末。洗濯物を取り込んでいたら、急に、今、俺は東京にいるんだ。という気持ちが爆発。母親が買ってくれた洗濯バサミがいっぱいついたプラスチックハンガーに干していたタオルや下着をガッと掴み、一気に引っこ抜きました。洗濯バサミが一斉に砕け散り、母からの贈り物がバラバラになりました。暴れていたテンションが一瞬で冷めて、すごく悲しい気持ちになり、翌週実家で2泊しました。暴れてるじゃない。いや、わかるよ。なんか急にふとガッと東京にいるんだという気持ちになる時って、ね、俺は初めて一人暮らししてなんかね、ああいう時ってね、やっぱ家の中とか外歩いてる時じゃなくてベランダで思うんだよね。マジわかんないんだけど、ある程度なんかベランダで思うんだよね。街を眺めるとね。そう、その時にね、何か強い衝動に駆られるんだろうな。これね、ちっちゃい暴れを経って最後でかい暴れ。最後ちゃんと暴れたね。続いてラジオネーム、スライミーさんからです。会社でリモート会議が導入されたばかりの頃、よくカメラを消してミュートにして昼ご飯を食べていました。部署の偉い人が参加する会議で、一応相槌も打っておいた方がいいかと思い、たまにミュートを外して、はい、ああ、なるほどと適当なことを言っていたんですが、いつの間にかミュートの操作が全て逆になっていて、ミュートの状態で相槌を打ち、マイクがオンの状態で食事をしてしまい、10人
来参加している会議で僕が担々麺をすする轟音が大暴れしました。同期が個人メッセージで飯食ってる？やばいよ。送ってきた時担々麺を食べていたのに体が冷たくなりました。これはいいぞ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 。これはめちゃくちゃ冷めるだろうね。早くも接戦が今、いやかなりいいよね。自分の中でさ、なんか急に多分暴れるっていうかもう動けなくなるよね。あ、そうだよね、終わったって。偉い人が参加するやつだから、しかも自分が暴君だってことに初めて気づいたのが途中でね。はい、じゃあ続いてお願いします。ラジオネームトゥン、はい、新学期自己紹介の時間、学籍番号が一番最後の私は毎年自分の番が来るまで練りに練った自己紹介を披露していました。しかし今年は先生がこのクラスは後ろから行くかと言い、唐突に名前を呼ばれてとりあえず立ち上がりました。練る前の単語たちが頭の中で暴れて、最終的にバレーボールです、好きな食べ物は部活です、言ってしまいました。暴れてんだな。あ、いいぞいいぞ。いいね、追い込まれて暴れたね。いやこれはいいね。だからなんか釣りで言うとさ、ちっちゃい魚だと思って釣り上げたらでかくて、おわピチュ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 みたいな状態だよね。頭の中ですごい暴れたんだろうな。いいね、これピチュピチュって音が聞こえてきたね今ね。息がいいね、暴れ方だね彼は。続いてラジオネームメロメロメロンさんからです。ヨガをやりたくてヨガマットとウェアを買ったのに、初めて5分でリビングの照明に手をぶつけて壊しました。ヨガはやめました。最悪。早いなヨガ。こういうやつやったんかな。ね、あの、わかんないけど、こう、太陽のポーズみたいなやつ。手上上げて、こう、片足で、こう、膝ラインに反対の足の裏つけるみたいなやつやったんかな。うん。やったら、ガンガシャンプラーン。俺だったら、日勤人生最悪の日って書く。ああいう時って全て後悔するんだよな。ラジオネーム、ケンタッキーの倦怠期。反抗期の時に、親にムカついて、自分の部屋の壁ぶん殴って穴開けてやったことあります。その後尋常じゃなく指が痛くなったので、親にもう絶対しないのでお願いだから病院に連れて行ってくださいとすぐ謝って病院に行ったら、人差し指に指入ってました。これをなんかなんとなくわかるわ。いいねー、息がいいじゃん。俺はちっちゃい時、ほんと小学校3、4年生ぐらいの時は腹立ってさ、うん、バーンってやったら、俺はもうちっちゃいし細い、うん、その時も細かったから壁なんかなんかなくて、ここボーンって張ってさ、親指の中指のとこ、はいはいはい、で下行って、まあまあ湿布だ、湿布取ってって言って湿布貼ってもらった。ほぼお前じゃない。いや懐かしい、なんか懐かしい。ちゃんと暴れてるしねこれね。続いてラジオネームサビ猫さんからです。高校の時の科学のテストで5点を取ったことがあり、それ以降卒業までのあだ名が5点クスだった。フュージョンしてるじゃん。まあいい、フュージョンできてるからいいよね。うん、5点と5点、孫5点じゃないからね、トランクス入ってるから、だからサビ猫と5点がビャッてやって5点クスになったんだろうな。ご飯がね。いやー5点はすごいね。なるほどね。俺も5点、テストとか学生の時のテストあった。俺めちゃ、俺じゃないんだけどさ、うん、めちゃくちゃ暴れた先生がいて、なんかさ、ちょっとごめん、俺の話になるパッと話すんだけどさ、うん、なんか全然みんながテスト勉強してこなくて、うん、ひどい、みんなが平均点がめっちゃ低い時があって、先社会の先生が怒って、うん、なんか100問の期末テストを作ってきた。1問1点、はい、ね、やばいじゃん。で俺それで21点取ってクラスの全員に称えられたことある。もう一番トップクラスのやつもなんか15点20点で、俺それで21点取って、お前は天才だって思って、めちゃくちゃ褒められたこと思いました。21点クスだったんだ。21点クスだったんだね。それで俺天下取ったんだよ一回。中2の時21点で天下取れんな。ラジオネーム白衣の天使限界突破、はい、夜勤明けに初給料でママに財布を買おうとして、これ可愛いですねと店員さんと話していたら、いつの間にか自分の財布と服3着を買い、ホールケーキを一人で食べていた。やばい、マジで意味わかんないかも、この状況。
終わり何やってんだお前だよこれ何を書いてる。いやなんか意味わかんなかった俺なんかね今ね、お母さんに財布を買おうと思いでさ、最高だったよね。そのなんか大きくとなんかなぜか一瞬大きくと目合っておーいいねって顔してたの二人で、いいよね。なんか最後意味わかんない終わり方してたよね。財布と福ちゃん三着ホールケーキ一人食い何ホールケーキ財布とさ服三着買っちゃったらわかるじゃん。ホールケーキにどこだから今を決まるのさ、服屋を出た後にさ一回落ち着かない落ち着かないでその足取りのままケーキ屋さん行ってるじゃない彼、まあそうねもうなんかいやーいい買い物したズン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 ってホールケーキ買ってるじゃない。あと普通にさ初任給でホールケーキも意味わかんないよねいやーおもろいわ。暴れてるねー。これはだいぶ王座を狙ってきてるな。いやこいつはだいぶ暴れを取り来てるよ彼。本気だね。続いてラジオネーム鬼ワッフルクレイジーステッチさんからです。大学生の頃、大学の敷地内にある学生寮に住んでいました。大学4年の卒業間際、看護師国家試験まで1ヶ月を切ったタイミングで、なんか面白い人生にしてくださいと神社でお願いしたら、国家試験の11日前にたまたま月曜から夜更かしの取材が学生寮にやってきて、たまたま大量に干していた私の下着の光景と、なぜ下着を人通りのある大学の敷地内の寮で干すのかというインタビューに答える私の映像が日本中に流れました。放送後にエゴサしたら、可愛いって書いてありました。あの頃の私、最高に暴れていたと思います。俺見てた私わかりました。うん、見てた。あったあった。なんかちょっと古めの量だよね。だよねって言っても、え、だよね鬼ワッフルクレイジーステッチ、うん。え、これは見てた。何この私はっていうか、これ女性なの？うわ、だったような記憶もごめん。そこまでも。いや、でももうもう、その大学の敷地内だから、その大学生のいろんな人が、移動したりとかなんだりするところにもろに下着を干してたってこと？なんかねそんな感じだったよなんか綺麗めな量じゃないのだから結構いろんなところに変わったものがある量だったの。それを取材するみたいなことだったの。その中で4人目だったのが見てた見てた、いやーなるほどね。暴れてますね。楽しい今の、はいはい。ラジオネームたけのこにょっき。中学の卒業式で当時の一番感動する家族への感謝のパートを任せられ、緊張して挑み感動のあまり涙腺が大暴れ、それにとどまらず鼻の血管も暴れて鼻血が止まらなくなった涙と鼻血が止まらず、お父さんお母さんの二言で私の当時は終わったなんでだろうな、泣いたことによって興奮しちゃったんかな、体温が高まったのかな。だからお父さんお母さんブヒョーって強制退場かなやめろやめろってなったんだよあそれじゃやめろって止め強制退場になったのか自分で退場したのかだけ気になるけどね。もう並々ならぬ思いがあったんだろうな、お父さんお母さんに。じゃあ続いていきますね。続いてラジオネームあきさんからです。小麦を盛大にこぼし、片付けるために掃除機で吸い込んだら、掃除機の後ろから粉がブワーっと舞っていた。それに気がついた瞬間、暴れようとなった。そうか。だからフィルターにかからないぐらい細かいやつだから。撒き散らしてた。そう。ホコリとかなんか引っかかるやつだったらね、フィルターで残してくれるんだけど。ただスーって吸って後ろから巻き、もっとばらまいただけなんだよ。あれだね、海外にあるさ、こう、車式の芝刈り機みたいなさ、前でバーって勝ってたの後ろから、ふわーってやるやつ。続いてお願いします。ラジオネーム、くれない。はい。僕は、小学生の時、すごいやつだと思われたい気持ちが暴れてしまい、給食に出た、フルーツポンチの汁だけをずっとおかわりしていました正直とても辛かったですそれ面白すぎてめっちゃ苦しかった読むの今頑張ったな頑張ったよ。しかもこういうやつってちょっとすかしながらおかわりするからねあおかわりいいっすか、あいいのいいの、汁だけ汁だけ、俺汁好きなんだよねいやー頑張ったな、グーって飲んだってさもう一杯
ということで、暴れメールは以上でございます。激しい、バトルが繰り広げられた中で、ここで暴れろ中の暴れろ、暴れ王の体感に参りたいと思います。ちょっとバカにしてたらかなり暴れてたもんな。どうしますか？なんか心に残ったものがあれば、そのメールを僕に渡していただいて、じゃあそれぞれメール持ってると思うんで、ちょっとお互い、渡し合いませんか？はい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 。あ、いいね。なんか本当に、対決っぽいね。いやー、でもやっぱちゃんとこれは、選びたいですよ、ね。俺は俺のこの持ち手の方でいい？はいはい。手持ちから。はいはいはい。いやー、ちょっと結構いい手札揃っちゃってるからな。まあでも俺、なんか、なんか、これかな。覚えてる？実家で2泊したやつとか。いやー、いろいろ覚えてますよ。自己紹介のやつとかさ。あー、でも、うわー、これかな？いや、まあまあ1枚、2枚、2枚ぐらい出してもいいですよ。いい？そこから絞りましょう。はい、じゃあ、僕はまあ一応これなんですよ。じゃあちょっと逆にそっち見せてください。これは紹介した方がいい？改めて。いや、まだいいんじゃない？いやー、でも、俺、いやー、迷うね、こっち。でしょ？どっちかだね。え、でもこれ結構自発的に暴れてんのよ、これ。あー、そうか。気づいたら、これでいきますか？これ。これも捨てきれないよ、俺は。じゃあ、決めよう。こっちにしましょうか。それにする、はい、オッケー。俺はこれ好きよ。うん、自発的なもの。はい、ということで、ストーンズの、オールナイトニッポンサタデースペシャル、2023年度、暴れ王は、ラジオネーム、くれない！ということでございます。メールを一応読みしますと、僕は小学生の時、すごいやつだと思われたい気持ちが暴れてしまい、給食に出たフルーツポンチの汁だけをずっとお借りしていました。正直、とても辛かったです。おめでとうございます。暴れようでございます、くれない。ホールケーキも迷いました。そう。ホールケーキと迷って、ね、もう、せって、ほんと、ミリ単位の差で、紅さんが、決勝戦。はい、ということでございます。ということで以上。惜しかった。暴れようでございました。ここで一曲聴いてください。ストーンズで、暴れろ。野球選手でイケメンってずるいよな。天は二物を与える。神様は不公平だね。まあ俺も二物もらってるけどね。何と何？肩こりと腰痛。不公平すぎるよ。神様。肩、腰の痛みに貼れば、直に効く。フェイタス。久光。トム・ブラウンの布川です。僕も布川です。キャーキャーンキャー今、あなたの脳に直接語りかけています。オールナイトニッポンポッキャスト。トム・ブラウンの日本放送圧縮計画は、毎週金曜配信です。ストーンズのオールナイトニッポンサタデースペシャル、そろそろお別れの時間です。ここでストーンズからのお知らせです。ストーンズ9枚目シングル暴れろを来週水曜日の4月12日にリリースします。4月12日でございます。昨日、うん、いわゆる生パフォーマンス初めてミュージックステーションでして、したね、うん、しまして、まあ多分俺らのこれにかける思いというかね、熱い気持ちが多分届いたんじゃないかなと思いますけども、まあ、改めてね、皆さん、他にもカップリングもドライブ、ハロー、パロディ、水星の空とかありますから、皆さんぜひ、もう、発売でしょ？だって、うん、3日後日変わって今日だから3日後か。皆様、本当にぜひよろしく。まあ、まだね、ちょっと迷ってるよって人とか、視聴もできると思うし、うん、YouTube にもありますから、ぜひチェックしていただいて、一緒に暴れろ9枚目シングル盛り上げていただければなと。そうすればね、まあ、これがなんか可能性広がる気がしますよ ね僕たちもね。はい、なんで、あと TikTok で暴れろの公式音源と暴れろオリジナルエフェクトを公開中ですので、ぜひチェックして遊んでみてください。その他の最新情報は、そうだ、公式ホームページ、Twitter をご確認ください。うん、あ、俺この話をしたいのよ。明日さ、慎太郎のさ、だが情熱あるが始まるでしょ。あー、そうね。そう、あ、まあこの後オードリーさんだからっていう話でさ、パッと思い出したのでさ、うん、あれの回がすごくない？高橋。回ともすごいし、慎太郎も。もちろん慎太郎もすごいんだけども、だから多分このラジオ、だなんかね、なんかのコメントで、だから森本がこんな芝居できるって思わねえよみたいなリトルストーンのコメントあったりして、なめんなよ男子、ね、いやー、まあ、だからちょっとぜひ見てほしいよね。だから今もしかしたらリトルストーンの人も聞いてるかもしれないから、今ぜひ気になってる人いたら、ぜひうちの慎太郎も出てるんで、すごい、ぜひ見ていただけたらなと。マジでなんか俺ちっちゃい写真見た時、俺見まごうたもん、本当に慎太郎、
ってことですね。そうだね。慎太郎来た時じっくり話したいと思いますので、うん、まあ、とりあえずね、ここからまた、日替わって今日からのね、そうか、ここから始まると思いますんで、はい、皆さんぜひそちらもチェックしてほしいという、グループメンバー愛の今話です。はい、いいんだよ、わざわざ。メール見ますね、ラジオネーム、はい、ワームホールさんからです。暴れろをアピールしなきゃいけない放送で、コーナーを押しのけてボム兵発射した話をねじ込む松村、真の暴れ王はこいつだ。危うくもうちょっとでさ、暴れ王できなくなりかけてたよね、若干ね。危なかったね。何お前そんなすがすがしい、落ち聞いてがっかりしました。強弱運の話ね。運って言うんじゃないボム兵の話、ボム兵でやってきたんだよ。危うく暴れ王がね、危なくなるところでして、お前が一番暴れ王です。滑り込んだよ。はい、ということで、一部の放送局を除いてこの後1時からオードリーのオールナイトニッポンが放送されます。というわけでここまでのホワイトバスソーンズ田中樹と松村北斗でした。あの夏をもう一度。ナイトニッポンスタタデースペシャル、そろそろお別れの時間です。ここでストーンズからのお知らせです。ストーンズ9枚目シングル暴れろを来週水曜日の4月12日にリリースします。4月12日でございます。昨日、うん、いわゆる生パフォーマンス初めてミュージックステーションでして、したね、うん、しまして、まあ、多分俺らのこれにかける思いというかね、熱い気持ちが多分届いたんじゃないかなと思いますけども、まあ、改めてね、皆さん、他にもカップリングもドライブ、ハロー、パロディ、水星の空とかありますから、皆さんぜひ、もう、発売でしょ、だって。うん、3日後日変わって今日だから。来ないか、皆様、本当にぜひよろしく。まあ、まだね、ちょっと迷ってるよって人とか、視聴もできると思うし、うん、YouTube にもありますから、ぜひチェックしていただいて、一緒に暴れろ9枚目シングル盛り上げていただければなと。そうすればね、まあ、これからなんか可能性広がる気がしますよね、僕たちもね。はい、なんで、あと TikTok で暴れろの公式音源と暴れろオリジナルエフェクトを公開中ですので、ぜひチェックして遊んでみてください。その他の最新情報は、その公式ホームページ、ツイッターをご確認ください、うん、あの、俺この話をしたいのよ。明日さ、慎太郎のさ、だが情熱あるが始まるでしょ。あー、そうね。そう、あ、まあこの後オードリーさんだからっていう話でさ、パッと思い出したのでさ、うん、あれの回がすごくない？高橋海人もすごい、慎太郎も、もちろん慎太郎もすごいんだけども、だから多分このラジオでなんかね、なんかのコメントで、だから森本がこんな芝居できるって思わねえよみたいなリトルストーンのコメントあったりして、なめんなよ男子、ね、いやー、まあだからちょっとぜひ見てほしいよね。だから今もしかしたらリトルストーンの人も聞いてるかもしんないから、今ぜひ気になってる人いたら、ぜひうちの慎太郎も出てるんで、すごい、ぜひ見ていただけたらなと。マジでなんか俺ちっちゃい写真見た時、俺見まごうたもん、本当に慎太郎。そうだね、うん、慎太郎来た時じっくり話したいと思いますんで、まあとりあえずね、ここからまた日替わって今日からのね、ここから始まると思いますんで、皆さんぜひそちらもチェックしてほしいという、グループメンバー愛の今話です。いいんだよ、わざわざ。メール見ますね、ラジオネーム、はい、ワームホールさんからです。暴れろをアピールしなきゃいけない放送で、コーナーを押しのけてボム兵発射した話をねじ込む松村、真の暴れ王はこいつだ。危うくもうちょっとでさ、暴れ王できなくなりかけてたよね、若干ね。危なかったね。
何お前、何お前そんなすがすがしい、落ち聞いてがっかりしましたよ。強弱、強弱運の話ね。運って言うんじゃないボム兵の話。ボム兵でやってきたんだよ。危うく暴れよう。